リミチャンネルのしほと意味です。はい、ということで今回はですね、今回はアウトレットに来たので、アウトレットに、アウトレットに来てます。アウトレットに来てます。コロナで初、初ね、コロナ後が初、はい、で今回ね、アウトレットの中にあるイングの、そうですね、じゃーん、イング、翔ちゃんのお気に入りのお店に来ました。はい、はい、ということで今回は私の洋服をママとパパに選んでもらって対決をしたい、して、はい、したいと思います。どっちがね、お気に入りかを決めてもらう、はい、まあ、対決で、リミちゃん、そうですね、ママ対パパです。でも、はい、パパはさすがに一人で選ぶとちょっと怪しいというか、ね、ちょっと怖がられると思うので、リミちゃんが一緒に、まあ、選ぶのはパパだけど、リミちゃんも一緒にパパとついていくそうです、ね、お願いしますね。よし、じゃあパパとママが、じゃあ選んでいきたいと思います。はい、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 行きますよ、レッツゴー。負けないぞ、負けないぞ、バシバシ。はい、じゃあパパさん買ってきましたね、こちらです。はい、でママが買ってきました、こちらです。今しほちゃんね、ちょっとねどっか見に行ってるので、しほちゃんね、わかんないので今からもう2つつけておきますね。ちょっと中がね見えそうなので、どっちが買ったかわかんないようにしときます。どうですか、自信はありますか？あるそうです。どうだったパパの？いいよ、いいんじゃない？いいんじゃない、そうですか。みなさん、こんにちは、しおりみちゃんでのしほです。はい、というわけで今回ですね、あ、これやったね、現地で、やりましたね、現地でやりましたね、これということで、これ続きですよね、現地からの続きですよね。そうです、そうです。ということで帰ってまいりました、イエーイ。私はまだ2人、まあ、2対1なんですけど、はい、2人が選んだコーデまだ見てないので、はい、楽しみだと、楽しみですね、楽しみですね。はい、どっちから見ますか、じゃんけん、うん、じゃんけん、じゃんけん、ママとリミでじゃんけん、いっちゃんく、じゃんけんぽい、どっちがいい、最初と最初、最初、じゃあパパリミチームが最初です。リミちゃんも一緒に選んだの？それともパパが独断で選んだの？うん、パパがね、マネキンを着てるやつがいいって言って、マネキンを、じゃあもう可愛いに決まってんじゃん、ね、ずるくないそれ、マネキンね、下はね、マネキン着てない、うん、下はマネキン着てないやつ、じゃあとりあえず見てみますか。はい、でも着てみないとね、最終判断は分からないと思うんですよ。どうですか、出してみましょう。ママもまだ見てないんです。あー、あーだってよどれですか、あーこれ上がこのね、今年流行ってるよ、流行ってるスケスケのやつ、スケスケ、でもこれさ、これだけじゃ着れないよね、着れないんだけどな、どうすんの、中になんか着ないとダメだね、あのね、僕、うん、言ったんだけどね、うん、いいよスケスケが、スケスケにしたわけ、パパやだ、キモで、下がこのこれスカート、スカートだ、あ、かわいい、黒いスカート、黒いスカート、定番ベルト、ベルト付きで、はい、あ、いいじゃん、上は50、こういうことですか、そういうこと、上、上出すんじゃない、 するのやつは、そういうこと、マヨ大丈夫すいません、中なんかさ、黒いさ、こうタンクトップみたいなのある、それがないと着れないね、上買ってなって言ったのに、うん、いいよいいよ、いいよいいよ、でもこれだけ一応ね、上限があって5000円までっていうことだったんで、でもこれでもう4500円ぐらいだったんでしょ、うん、だから買えなかったんだよきっと、そう、なるほど、買えなかったの、はい、ということでどうしますか、着てみる前にママ行きます、
着てみる前にママ行きます。はい、じゃあママですね。これはこれでめっちゃ可愛い。ママ、うん、めっちゃ可愛いです。はい。はい。リミリにはね、チラッと見られてシーちゃんには似合わないって言われました。あえて外してきました、ママ。またベルト付き。このベルト付きですね。まず上はこれ。これやっぱ今年はこのスルー感がね、シースルーみたいな感じが。そう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 。かわいいね。うん。ほらかわいいじゃん。ママの好みになっちゃうねこれ。やばいよね。なんか普通の定番のあの白い T シャツ地にここがこうふわってなってるのと迷ったの、うん、でもなんかもうほんとしほちゃんだなってなっちゃうからそれだと、うん、なんかつまんないなと思ってあえてちょっと違うテイストにしてみました。へー、確かに私が選ばなそうな服ですね。でも可愛いかもしれないよ、着たら大人っぽい感じで。下はもう定番です。ちょっと色違いじゃね、色違いじゃね、色違いかもしれない。そういうこともあるよね、だってバラバラに買ってるんだし相手が何買ったか分かんないし。え、これやばくない？パパがね、やばくない？色違いなんだけど、買うやつがいいって言ってたんだけど、ママが買うやつ、うん、でもお揃いになっちゃうからって言ってた。え、どういうこと？本当は黒、え、本当はデニムが良かったの？デニムってこと？なんかね、財布は黒だったんだけどね、ママのも良くなってきてね、ママのも良くなったって。ママが持ってたやつ？そう、これこれが良かったの？上？下？下。あー、ママが持ってるデニムがパパが良くなっちゃったの、うん、よく見てたね。でもね、でもこのさ、デニムを合わせることによってちょっとこうカジュアルにもなって、確かにベルトもあるからね、結構いいかなと思って。はいはい、ということで、どうですか、着てみます、着てみましょうか。じゃあお着替えタイム、バイ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 なんでバイバイということで着替えました。ちょっといいですか、意義あり意義あり、はい、あの全身コーデで5000円までっていう対決だったんですよ。でその服はしほちゃんの中に着てる白い服です。これですかね、これあの家にあった服なんですよ。だってそれ着ないと裸になっちゃうんで、うん、はい、ずるくないですか、家にあるコーデを足さなきゃいけないっていうちょっとママ的には意義ありなんですけど、どうでしょう、リミさん、その件についてはどうですか？パパのせいですか？パパがいいって言ったんだよね。パパがリミは中に着ないとダメなんじゃないってちゃんと言ったらしいんですけど、パパはもう5000円過ぎちゃうからいいよいいよって言ったそうです。ムカムカ大人なのにムカムカということで、はい、パパが選んだ服はこんな感じです。はい、まあシンプル、シンプルですね、うん、はい、シンプル、すごいシンプルで、うん、はいはい、じゃあ次ママの選んだ服着替えましょうか。はい、はい、はい、ということで着替えました。可愛くない、これもまた可愛いね。なんかやっぱ今年風だよね、この腕のする感といい、はい、こういうの最近多いからね。そうですね、腕がなんかこう見えるタイプ。ママの好きな服ですね、はっきり言って。ママの好みですね、完全に。私着ないよね、こういうの着ないよね。でもなんかいつも着てるような服じゃつまらないかなと思って。わかるんですよ、ママはほんといつもしほちゃんと一緒に買い物してるから、はい、あ、しほちゃんの服これ好きそうだなっていう服が実はわかるんですけど、うん、でもなんかそれじゃつまんないかなと思って。私このデニムのスカート好きだよ、うん、デニムはあえてちょっとこう崩す感じに、上はちょっとなんかこう大人っぽい感じなので、うん、あえてこうデニムで、うん、こうちょっとカジュアルさをプラスみたいな、はい、感じにしてみました。ちょっと今靴下映ってない、映ってない、あ、じゃないこと、靴下映るとちょっと変だけどね確かにはい、こんな感じで、ママのコーデはこんな感じです。はーい、はーい、え、かわいいね、うん、めっちゃかわいいです。はい、じゃあどうしましょう、一旦
さっきの服に着替えますか。はい。じゃあ着替えたいと思います。はい、ということで今回はですね、パパとママが選んでくれたイングのねコーディネート、私が着て対決だったよね、これ確か。対決です。対決だったですよね。はい、なので、はい、どっちが良かったかをここで発表していただきたいと思います。私が本当に決めちゃっていいんですか。決まりました。決まりました。はい、じゃあ発表していただきましょう。でー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 、ママのコーデです。イエーイ。おめでとうございます。ありがとうございます。どこで決めましたか。はい、はい、ルール違反してる時点でママです。そう、実はそのねコーデを着るのにちょっと悩んだんだよね。中に何を着ようかってね。一回こう黒いタンクトップ着てみたりとか、でもなんかちょっと違うなって思ったりとか、やっぱコーデするのがちょっと難しかったね最初ね、うん、難しかった。うん、だから中も買ってほしかったよね、どうせだったらね。だよね、なんかあってよかったよね。なんか白いね、T シャツが、昔それ買ったやつがあって、この T シャツは T シャツで、うん、まあ白でシンプルで可愛いんですけど、可愛いんだけどね。だからこういうのに普通にシンプルなのに合わせれば、うん、普通に可愛く、まあ、着れましたけどね。でも白いのが中に入ってて、うん、これとこれだったら私こっちだったかもしれない。ああ、そうだね。だから中に着るものがあったら私もしかしたらこっち買ったかもしれない、うん、はい。でもそれはあくまでも除外なのでね、その白はね。はいはいはい、今回除外なので、だからまずルール違反してる時点でもこっちなんですよ。でもこれはこれで可愛くて、あ、逆でした。これはこれでね可愛くて、うん、下をチェンジしても着れるよね。可愛いよね。パパとママのさ下をさ、実はパパとママが選んだ洋服スカートは色違いだったんだよね。形が全く一緒の同じ種類のやつで ね、なのでチェンジしても着れそうですね。はいはい、ということで、じゃあ今回はね、まあルール違反がなければ負けてたかもしれないですけど、ママがなんとか、はい、勝てたということで良かったです。はいはい、今ボタンすごいなんか変な目になっちゃったんだけど、それはそれでいいか。はい、ということで、それではバイバーイ。